ドビダス・ネベラウスカスは、リトアニア共和国、ズーキア地方ビリニュス軍ビリニュス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。広島東洋カープ所属。MLB、NPB 史上初のリトアニア出身の野球選手。英語での愛称は、ネバー。NPB での表記は、ドビダス・ネバラスカス。2009年に、当時16歳で、ピッツバーグパイレーツと契約を結び、史上初めて、 MLB と契約を結んだリトアニア出身選手にして史上初のリトアニア出身のプロ野球選手となった。2010年6月21日に参加のルーキー級ガルフコーストリーグパイレーツへ配属された。同球団でプロデビューを果たし、6試合に登板して1勝0敗、防御率5.406奪三振を記録した。8月9日に 参加 A-9 ステートカレッジ、スパイクスへ配属された。9月23日にテンポラリー・インアクティブリストに登録された。2011年4月20日に、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・パイレーツへ配属された。10試合登板して3勝1敗、防御率3.2418奪三振を記録した。2012年は、開幕を、ルーキー級、 ガルフコーストリーグパイレーツで迎え、10試合登板して1勝1敗、防御率4.0829脱三振を記録した。9月1日に3加 A-9 スパイクスへ配属された。1試合に先発登板した。2013年は開幕を A-9 スパイクで開幕を迎え、15試合に先発登板して4勝4敗。 防御率4.01339奪三振を記録した。2014年4月2日に A 級ウェストバージニアパワーへ配属され開幕を迎えた。27試合登板して6勝12敗、防御率5.6088奪三振を記録した。2015年に救援投手にコンバートされた。5月26日に7日間の故障者リストに登録された。 開幕は A 級、ウェストバージニアパワーで迎える。6月19日に A-9、ウェストバージニアブラックベアーズへ配属された。6月27日に A 級、ウェストバージニアパワーへ配属された。8月4日に A 級ブレーデントン・マローダーズへ配属された。3チーム合計で31試合に登板して2勝2敗、6セーブ。 防御率3.1649奪三振を記録した。2016年3月4日にパイレーツのスプリングトレーニングに招待された。4月4日に AAQ アルトゥーナカーブへ配属され、開幕を迎えた。AAQ アルトゥーナでは22試合に登板し、1勝0敗1セーブ、防御率2.57、32奪三振を記録した。6月15日に トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ配属された。6月28日にオールスター・フューチャーズゲームに選出された。トリプル A 級インディアナポリスでは25試合に登板して3勝4敗4セーブ、防御率3.6024奪三振を記録した。8月28日にオハイオ州トレドでワーウィック・サポルトと後に史上初のアフリカ大陸出身のメジャーリーガーとなる。 ギフトン・ゴエペと共にバーで乱闘を起こして逮捕され30日に球団からシーズン残り試合の出場停止処分を課されたオフの11月5日にメジャー契約を結び40人枠に登録された2017年3月1日に球団との年俸調停回避に合意した3月17日にオプションで AAA 級インディアナポリスへ配属された 4月24日にメジャー初昇格し、同日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たし、MLB 史上初のリトアニア人メジャーリーガーとなった。4月26日にゴエペのメジャー昇格に伴い、オプションでマイナーに降格。6月8日にメジャー昇格。6月10日にオプションでマイナーに降格。8月2日にベイドルブランのキビキリスト入りに伴い、 メジャーに昇格。8月6日のパドレス戦に同点の11回表から登板し12回表までを投げ無失点。その裏の攻撃で味方打線がサヨナラ本塁打を放ち、リトアニア出身のメジャーリーガーとしての初の勝利投手となった。8月7日にオプションでマイナーに降格。8月19日にメジャーに昇格。8月22日に オプションでマイナーに降格。8月28日にアダム・フレジャーの故障者リスト入りに伴いメジャー昇格。2018年5月22日2018年はトリプル a でシーズンの大半を過ごし25登板で防御率は8.00だった。2020年11月1日にリーフとなり3日に放出された。2020年11月16日に 広島東洋カープとの契約が合意に達したと発表された。登録名はネバラスカス。背番号は99。新型コロナウイルス感染拡大防止措置における入国制限の影響で合流が遅れていたが、2021年4月16日に球団事務所で改めて入団会見が行われた。父親のビルミダスネベラウスカスは1980年代に リトアニアで初の野球チームを創設し、現在は野球リトアニア代表コーチを務める。この父親の影響でドビダスは野球を始めた。ドビーダスネバラスカスに関するカテゴリー。ありがとうございます。